01劇場公開。クルちゃんなんかもダメだろ。クルちゃんなんかあんな当たり前じゃん。クルちゃんなんか何かあればね、フルート吹けばお前好感度上がるみたいな変なこと考えてるけど、今までやったこと覚えとけよ。ファンタジスタの時もそう。なんでセックスしちゃダメなの、仲出ししちゃダメなの、私は子供欲しいんですとお前よっさんにして、今度お前な、国事件といい、お前だよしっかりすんのはなあ。面白くねえんだよお前、ダンス踊ってこうやって、なんだこれ、なんだこれお前、バカみたいに4時間も踊って、お前だよ一番の病人、おめえが01から離れろよ。ふざけんじゃねえよおめえみてえなクソガキのな、バカみてえな女が調子こく世界じゃねえんだよお前。黙って端っこで縮こまっとけよなあ。黙ってお前ゲームしとけ、ゲーム。アホなのなあ。パチパンチとの配信もそうだけど、ゼロワン見ててね思うけど、あんまや滑ってるぞ、面白くないよ。パンチねなんだお前ら、面白くねえから。何にそんなツボ入ってるのかわかんねえけど、意味わかんねえから、意味わかんねえから、バカ同士のねコラボなんかやめちまえな。あハンバーグ作んのも何でもいいけど、お前プライベートで作れ、プライベートで。ニャスこんばんは。あれニャスお前さっきいなかった？ニャスも2種類いるのもしかして。はいマピーらしい、マピーかわいいな。はいこんばんは、こんばんちー。そうだろなあ、いちいちこのカップル沙汰をネタにしなきゃ飯食えねえなら働け。そうだろ、働けよ。今日初コメだよって、ほんとなあ。こんなことやんなきゃ、同情して金もらえなきゃ飯食えねえなら働けなあ。わけのわかんねえことばっかやってねえで、バカなんじゃねえのお前。なあお前なんなの、フルート吹きてえのか、ゲームしてえのか、ハンバーグ作りてえのか、何がしたいんだよお前は。意味わかんねえから。はいよろしくお願いします、マッキーらしい。ご機嫌斜めだよ、当たり前だろお前。何考えてんのかわかんねえよ。犬育てていいのか、犬散歩していいのか、ゼロワンを育てたいのか、意味わかんねえよ本当に。めちゃくちゃ意味わかんないだろ、意味わかんないだろ。ゆきなえさんありがとう。いやめっちゃ意味わかんないからはっきり言うけど、なあ何なのクルちゃんって。クルちゃんって意味わかんないんだけど、ゼロワンがいなかったらクルこそ一番ね日に当たんない場所にいるやつなんだよ。よっさんに、よっさんのところに行ってね、こんなお前パックリお前マンコ開いてお前クンにさせて初めて日当たった女なんだから、お前それ以外で日当たったことないだろ。つまんねえ唇こんなやってお前キャツバヤで大人の階段登るなんて、お前バカだろお前お前バカだな本当。よっさんが最後に君にした女がクルちゃんで止まってんだぞお前。なんだよお前、何したいんだ小娘が、小娘が何をなちょついてんですか。もう意味がわかんない、もう意味がわかんないんだけど、クルちゃんとか本当に。しかも俺クルちゃんに聞いたよ、なんでお前君にさせたのっつったら、ネギトロごちそうしてくれたからダメですか、ダメなんですかとか。ネギトロってお前スシロー行って食えよお前、100円だよネギトロなんかお前。やっぱ飛んでるやつのもうなんかあれわからんよね、ネギトロでクンニーって何なの。私にこんな世界を見せてくれたのはヨッサンだから、やっぱヨッサンはすごいよ、閲覧がすごいからって。そのままヨッサン見てる人がそのまま見てんならそりゃすごいだろうな、お前が特別じゃないんだよ。それが成美久でも誰でもみんな見てるのね、お前だったらもっと行くとかじゃないの、みんな同じ。ヨッサンがその場にいればみんな同じ。バカだよ本当に。
本当バカだなと思うよ。クルちゃんって。でゼロワンなんか今じゃね、なんだクルちゃんがとこ上手なのか何なのか分かんないけど、何が言ってもクルちゃん、クルちゃん、クルちゃんは可愛いですよ、みんな好きなんですよ。なんて2人で首回す配信しとけよお前。閲覧2000くるわ。2人で何も喋んないで枠つてな、入ったら2人で首回しとけこうやってな、くる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 って、それの方が閲覧くるわなあ。ほんとしょうもない。一途で何が悪いのって、一途で何が悪いじゃねえ、隠し事しないで付き合ってるのは付き合ってる放送しとけよ。同情買ってアイテムもらう配信なんかしてんじゃねえよ。ほんとそんなのやんないとお前らの恋愛は応援されないのかお前応援されてんじゃないよ、お前ら二人同情されてんの、同情。ほんとに応援と同情履き違えるなお前履き違えんなってね、頑張ってねって応援してるよじゃねえよ。大丈夫ってお前、いちいちこんなこと言われないとお前らどうにもできない恋愛してんのかよ。ほんとにバカだよバカなあ。ほんとにこれどうかなと思うよ。プライベートは言いませんって言ってる、お前らにプライベートねえだろお前ら配信で全部喋んだから、プライベートないやつらが何プライベート気にしてんだよ。バカなんじゃないのこいつらなあ。聞いてもないこと何でも配信で答えんのにプライベートはなんてバカじゃないの、バカだろなあ。プライベート黙ってられねえやつらが集まってっから前が喧嘩なってんだからね、そういうところ考えた方がいいよね。ねネギトロ食いたかったらセックスしなくてもスシロー行きなさい。スシロー花火一発で5皿食えるから、5皿食えんだぞお前。どんだけ高級なネギトロ食ったんだよお前、マンコまで舐めさせて。ネギトロを食ってマンコ舐めさせるって何なんだよお前。いや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 、本当に小娘が